145ページの練習問題の 1-2、この円柱の表面積を求める問題です。でこの円柱は底面の直径が8センチ、高さ8センチとこういうふうになっています。そこでこれを展開します。そうするとこんなふうな長方形、側面は長方形で、底面はこの円になると。そこでこの長方形の縦はこの高さである8センチ、それからこの底面の半径は直径は8センチなので半径は4センチと、そうなります。であとこの側面の長方形の横の長さは分かれば良いんですが、これはこの円周と同じなので、それは 2π×4、 2π× 半径、つまり 8π、 こうなります。 8π、そこで、この側面積、これは、縦が8で横が 8π、これは側面積。それからこの円の面積は4の2乗π、 それが上下2つあるのでかける2と、これで表面積が出ます。つまり864π プラス4416の32π ですかね。そうすると 96π 平方センチと、こうなります。